ここは小瀬沼のに注いでる川、大江川に沿った湿原、大江湿原と言います。今の状態は草もみじがもう終わって、最後の状態ですね。まもなくみんな枯れ始めます。向こうに見えるのは、東北以北最高峰の日内ヶ岳、尾瀬でも一番高い山です。2356m ある山です。もうしばらくすると尾瀬は凍りついて冬の季節になっていきます。この冬枯れの様子ね、なかなか見る機会は皆さん少ないと思いますが、まあなかなか来れないという意味でも貴重な景色だと思います。私は、好きな季節の一つですね。